最前列からなんと私たちのところまで50人並んでます。9時50分に来たんですけど、いやもう前に50人いたんでびっくりしました。多分1時間ぐらいかかるかな。10時になってオープンしたので歩いて列を移動しております。あー、ここまでか、すごい。今11時になったんですけど、並んでから約1時間まだまだ20人以上前に並んでます。今やっと中間地点の最前列になりました。そしたら向こうの先の看板まで人が少なくなったら歩いて移動します。やっと一番前まで来ました。なんと今11時45分なのでちょうど2時間並んでます。ナポリタンもある。でもお惣菜パン買って帰りたいね。もう落としたら怖いからこう。大家族みたい。ということで、アマムダコタンからパンを買ってきました。数えたら19種類ありました。もう店内がかなり忙しかったですし、それに人も結構ね、後ろにもう50人以上並んでたので、やっぱね、ささっと買って帰んなきゃと思って個数を数えずに美味しそうなのバーっとトレーに入れて帰りました。すごくないですか。もうほんとどれも美味しそう。香りがいいんですよ。これかな、アンチョビの香りがすごい食欲をそそる香りしてますね。あとはこのマリトッツォもしっかり買ってきました。以前 YouTube でマリトッツォ比較をして、初めてその時マリトッツォ食べたんですけども、このマリトッツォが火付け役だったそうです。どれを食べるか迷います。全部は食べきれないので、この中で食べてみたいなと思うものを順番に何個か食べていきたいんですけど、もう行列が2時間だったんですよ。会社の女の子の分もいっぱい買ってきたので、どれを食べようかなと迷ってます。じゃあ早速食べていきたいと思います。アマムダコタンといえばお惣菜パンが人気なので、この辺りのお惣菜を食べていきたいと思います。これすっごい気になります。キャベツも美味しそうですし、これナポリタンなんですよ。もう見た目全然ナポリタンは見えないんですけど、でこのナポリタンは卵の中に入っているそうです。外から見たら全然見えないんですけど、大きな巻き巻き卵の中が、空洞になってきたナポリタンがあると思います。じゃあ早速ね、こちらのお惣菜パンを何点か食べていきます。じゃあ早速いただきます。一口で食べれないですね。卵いただきます。お惣菜めっちゃお惣菜、お弁当の卵焼きです。美味しい。アマムダコタンの前は少しイートインスペースがあって、テーブル5、6個ぐらいあったかな。その場で買って食べてる方もいらっしゃいました。ただ結構ね、大きいので1個か2個しか食べられないと思うので、まあちょっとね、いろんな味を楽しみたいんで持ち帰ってみんなで分けて食べるのもいいかなと思います。パンもいただきます。そう、なかなかね、具が多くてパンまでたどり着かなかったので、パン意外と柔らかい。パン美味しい。
これは人気になるはずだ。お惣菜パンはいろんな種類があるのにこのパンが全部違うんですよ。それもやっぱ人気の秘訣なのかなと思います。中の具材に合わせて外のパンも変えていってます。とっても美味しいです。いやー、美味しかったな。他も食べたいんだけど、これは結構1個のボリュームが大きいので、4,5 個食べたらお腹いっぱいになるかもしれないです。19個あるのでちょっと迷いますね。あ、これ最近発売されたばっかりなんですよ。インスタ見たら8000いいねがついてたので、これ食べたいなと思って買ってきたので、こちら切って食べたいと思います。山むだこたんは1号店は福岡に2018年にオープンしたそうです。表参道店は2021年の10月1日からオープンしていたんですけども、もう私が発見したのは2日だったんですけど、すごい行列でした。で、私が今日買ったのは11月1日なので、丸々1ヶ月経ったんですけども、その人気は衰えず、すごい行列でした。ではいただきます。これも本当に美味しい。ホワイトソースがグラタンの味とちょっと違ってパンに合う味付けになってます。玉ねぎのシャキシャキ感がたくさん残っていて、甘みがすごくあります。美味しいです。ちょっとエビいってみます。エビもしっかり味がついて美味しいです。あと結構ね、これチーズがたっぷり乗ってるのでコクがあって濃厚ですね。きのこもたっぷり入ってるので、きのこと玉ねぎがいい味を出してます。とても秋らしいパンだと思います。次はこちらのハーブのドッグを食べていきたいと思います。こちらのハーブドッグはオーナーさんがこのハーブを探してきて作った特製のソーセージになっております。このオーナーさんが全ての店舗の内装やあとパンを作ってるんですけども、イタリアのシェフの平子亮太さんがオーナーシェフだそうです。店内もジブリのような内装だったし、ハーブがたくさんあって本当におしゃれでした。世界観がパンとね一体化して人気の秘密なのかなと思います。味も美味しいんですけど、今まであんなパン屋さんなかったなって思いました。では早速切っていきたいと思います。いただきます。今まで食べた3つのパンとどれとも全然違う味です。こんなにいろんな種類のパンがあるなんて、ちゃんとメインのものに合わせてパンを全部変えてるんで、あーすごいなー。この真ん中のソーセージサルシッチャいただきます。おいしい。このサルシッチャだけでワイン飲めますよ。さすがオーナーがイタリアンシェフだなっていう味です。どれも味付けが本当美味しいんですよ。なんかパンの世界だけじゃなくて、もう全部がね料理っていう感じですよ。もうパンじゃなくてお惣菜パンの枠じゃないですね。本当に美味しい。じゃあ4つ目食べていきたいと思います。これレンコンと鶏肉ってあんまりパンになってるイメージがないので、さっきベーコン食べたのもあるので、こっち側のお惣菜パン食べていきたいと思います。いただきます。すごいいい香りがします。上のレンコン食べていきます。アンチョビ、レンコンとアンチョビ合うんですね。いや、イタリアンシェフのセンスなんだろうな。パンと鶏の部分食べます。鶏肉柔らかい。低温調理でちゃんと蒸されてます。筋とか硬い部分全然なくて、
いや、ほんとレストランに出てくる部分ですね。めちゃくちゃレベル高いと思う。いや、美味しい。全種類食べたいぐらい。皆さんもし行かれたら、お惣菜パン絶対買った方がいいですよ。まあ、ちょっとね、甘い方はまあ食べてないんで何とも言えないんですけど、いや、甘いもんもな、美味しそうだな。全部期待値高いです。結構、中いっぱいになってきました。これから甘いパンを食べて、そして締めたいと思います。最後、ラス1とラス2は、このマリトッツォを2つとも半分ずつ食べたいと思います。こちらは一番定番のプレーンのマリトッツォ。こちらはこの時期限定かな、栗のマリトッツォになります。マリトッツォも何種類かあったんですが、もう全種類は多分食べられないかなと思ったので、定番と栗が好きなので栗を選んで帰りました。早速切っていきたいと思います。いただきます。あ、カスタードと、生クリームですね。おいしい。クリームがおいしい。パンはかなり柔らかいです。ブリオッシュ、お店によってちょっと違うので、ここのアマムダコタンのマリトッツォは結構柔らかめのパンですね。結構パン自体にも味がついてます。ハーブが練り込まれてると思います。結構味しますよ。あ、今まで食べたマリトッツォとちょっと違います。今まで食べたのは結構スイーツって感じだったんですけど、今回はなんかご飯のパンにクリーム挟んでるっていう感じのマリトッツォです。あと、マリトッツォによってはもっとパンがふっくらしたりとか大きいのもあるんですけど、マムダコタンのはちょっと小ぶりかなと、食べやすいサイズかなと思います。オレンジピールも入ってます。あんま甘すぎなくて美味しいです。では栗の方もいただきます。栗美味しい。ちょっと皮残ってるのかな。皮付き、それはそれで珍しいですね。甘さ控えめで美味しいです。はー、結構いただきました。お腹いっぱいです。合計6個半分ずつ食べたんで、3つぐらい食べました。なかなかのボリュームですよ。ずっしりたまる感じです。本当はもっと食べたかったんですけど、例えばこのね、バゲットの明太子、やっぱ博多発祥のパン屋さんなので、この明太子を使ったのを食べたかったんですけど、ちょっと大きすぎたし、会社のみんなで楽しく分けてもらおうかなと思います。一番美味しかったのは何かな。5種類の中だと、私はあの鶏とレンコンのやついいかなって思います。すごいシャキシャキして、あとおかず感もあって美味しかったです。お惣菜もマリトッツォも全部美味しかったです。ただマリトッツォはイメージしてるマリトッツォとちょっと違うかなって思います。どっちかっていうとスイーツよりもややあのパンも塩気が多めですし、お惣菜っぽいマリトッツォだなと思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。よかったら皆さんもアマムダコタンのパン食べてみてください。それではまた。